皆様こんにちは、小林良平です。すいません、ちょっとなんか動画の更新がですね、あまりちょっと間が空いてしまいましてですね、ちょっと本業の方がですね、ちょっと忙しくてですね、ちょっとこう動画を撮るようなちょっと時間がなかったというのが本当のところです。これから頑張ってまた行きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。さて、今日はですね、これから芸能界を目指そうと思っている人たちにアドバイスっていう動画をやってみたいと思います。この話題はですね、以前から僕の方に質問みたいな形で、3人ぐらいだったかな、3件ぐらいの方から、これからその芸能界に入りたい、タレントになりたい、俳優になりたいので、どういう風にしていくのが一番その近道であるかと。小林さんの動画を見たんですけども、まあちょっともう少しなんか具体的な話があればなんか教えていただけませんかみたいな内容のメールがですね、来てましてですね、まあそれに答えるという形の、それも一緒にやりたいと思います。はい、まずですね、今ですね、芸能界にやっぱり入るとなるとですね、やっぱりプロダクションっていうのがやっぱりこう、まあ昔もなんですけど、やっぱりこう強いですよね。まあ、強い力のあるプロダクションに入って、そこのやっぱりそのプロダクションの持っている枠ですよね、それとかそのプロダクションの持っている力みたいな感じで、まあそれでこう出してもらうと。で、そこの事務所にですね、芸能事務所に例えば有名な人がいたとしたら、その人がやっているドラマの中に最初はちょっとしたちょい役からこう出してもらって、試されて反応が良かったら売れていくみたいなパターンもあると思います。はい。それでですね、具体的にですね、どのようにすれば、まあその芸能プロダクションに入ったりとか、そういうふうなことができるのかっていうことなんですけども、例えば有名な事務所ありますよね。いろんな事務所ね、大きな事務所ありますよね。皆さんご存知の。そういうところはですね、普段、ほとんど基本的にはこの募集とかやってないんじゃないかなと思うんですよね。で、まあ時々ですね、なんかその、何年かに一回、例えば平成の何々を見つけようとか、令和の何々を、吉永小百合を見つけようとか、平成の石原裕次郎を見つけようとか、こう、まあちょっと古いですけど、まあそういう触れ込みでですね、タレントをまあ大きく大々的にこう、募集して、オーディション形式で、まあやって、その、優勝者はまあその、事務所の所属と、また主演の映画みたいなものを作るみたいな、そういうような企画は時々あると思うんですけど、最近すごいそれも減ってきたような気がするんですよね。まあ、事務所に入るっていうことを考えるとですね、まずはやっぱりこう自分から、その履歴書とかですね、そのようなものを、例えば今でしたらこう、まあ動画とかになるのかな、そういうふうなことで、なんか自分をこうアピールできるような、こういう画像とか、そのような資料をですね、自分が入りたいと思うような、その、芸能プロダクションに、まず送付してですね、で、まず見てもらう。そこから始めるっていうパターンが一番普通じゃないのかなというふうに思います。で、やはりですね、例えばこう、いくらこう綺麗な人でも、いくらこう才能のある人でも、やっぱり人に見てもらわないと、やっぱりそれは花開かないですよね。一人でいくらやっぱりこう、ぐだぐだやっててもですね、やっぱり芸能というのはですね、こう見てる人がいて、見てる人がこう反応してくれて、その人たちがいいってこう盛り上げてくれる数が多くなれば多くなるほど人気が出て、その人がやっぱり有名な俳優とか、有名な女優とか、誰が聞いても名前がわかるっていうようなタレントになっていくんだと思うんですよね。一つ僕ちょっとそう、皆様にちょっと注意しておきたいことがあるんですね。これはですね、よくあるんですけど、僕らの時代でもたくさんありました。正直僕も最初の芸能の、僕の過去の動画に話した一番最初の何々クラブっていうのはですね、はっきり言って、そのような、今から話すようなことの、もう誇張でした。はい。というのがですね、最初にその、オーディションみたいな形でですね、まあ、オーディション料みたいなのを取って、そのなんか面接、その、うちのそのメンバーになるために、その、オーディションを行いますと。まずその書類選考から始まって、まあその書類選考で、まあ目に留まった方は次はまあちょっと、うちの方に来てくださいみたいな、事務所の方でこう面談がありますみたいな、まあそういう形になっていくと思うんですけども、その時にですね、写真の撮影料とか、そのなんかその、なんて言いますかね、オーディション料とか、あとそのカメラテスト代金とか、そういう風なことが1万5千円とか2万円とか、オーディション料だけで3万円とか、そういう風なことが書いてあるところは全て詐欺です。はっきり言います。はい。だから、そのようなところの、事務所には絶対に行かないでください。それは、たとえそれが有名な事務所だったとしても、皆さんが聞いたことのあるような名前な事務所だったとしても、本当に、
タレントを見つけようと思っているときに、その見つけようとしている人からお金を取るっていうのはどう考えてもおかしいですよね。よく考えてみてください。芸能プロダクションっていうのはタレントが商品なんです。そのタレントのその商品を売ることによって莫大なこうお金がテレビ局とかスポンサーとかいろんなとこからこうもらえるわけです。でそのタレントというのはですね、商品ですよね。まあ、金の卵ですよね。で、それを育てていって、磨いて、綺麗にして、綺麗な服を着せて、もう本当にいい形にして、それを商品として売るのがプロダクションの役割なんですよね。で、そのものからですよ。この商売の、その、元のネタになるようなものからですね、お金を取るっていうのはおかしいと思いませんか？もう冷静に考えたらわかることなんです。はい。本当にこの子は売れる、大丈夫だって思うような判断の子がもしいたとしたら、お金なんか取らないと思うんですよね。事務所の方で。で、現に、その大きな事務所でもですね、そういうふうになんかその来る人ばっかりを集めてですね、そのオーディションという形で、本当はタレントの素質がないような子たちとかでも、たくさんの書類を集めることによって、そのオーディション料という形で、たくさんのお金が集まりますよね。で、そういうお金をですね、今いるタレントたちの運営とか、自分たちの会社の運営とか、その他もろもろですね、そういうのに使われるんですよ、そのお金は。はい。で、別にそのスターが、例えば有名な人がそこにいたとしても、もうその人は全く別枠で、はい。もうそこのように、その人のようになれるみたいな触れ込みではオーディションがあるんですけど、全くそれは別のラインの話なので、そういうオーディションを受けたからといって、このような方になれるっていうことは絶対にありません。はい。でも皆さんもこれだけはね、ちょっと、絶対にもう肝に銘じておいてください。でね、一つちょっと例え話なんですけど、それのいい例があるんですけど、皆さんご存知のジャニーズ事務所ってのありますよね。もう本当に美少年ばっかりが揃ってるね、女の子は一切いない、事務所ですよね。はい。あれはですね、あそこの事務所はですね、まあ、もともと、あそこの頭がですね、ジャニー北川さんっていうね、おじいさんですよね。もうこの間、何年か前に亡くなられまして、まあ、ちょっとこう、いろいろとこう、話題になりましたよね。で、あの方のそのオーディションのやり方っていうのは、まあ、一応最初は、まあ、そのいろんな お母さんとか、彼女とか、そういう次戦でですね、まあ、いろんなこう、男前のね、イケメンの男たちのこう書類がこういっぱいジャニーズに1日何万通という数の応募が来るらしいんですよね。で、その、中のその書類を全部ジャニー北川さんはそれを全部目を通したらしいんですね、その中でね。それ、ほんで、その目を通して全部見て、来るものは全部見た中で、自分のその勘でパンと、あ、この子はいけるなって思うような子だけ、こう、のけてですね、あとはもう何も連絡もしないみたいな形で、もう書類はもうなしにするんですね。で、自分がいいなと思う子には直接電話をかけて、今から来なさいと。で、今オーディション、レッスン、今のジャニーズの、ジャニーズジュニアとかですね、ああいうのがこうレッスンしているところをですね、見に来なさいみたいな形で電話が正直かかってくるんですって、本人からね。僕はその経験をした人から聞いたんですけども、これは僕の友達でね、ジャニーズ事務所にいただいてたんですけど。ほんで、それでまあ行きますよね。で、まあ例えば TBS とかテレビ朝日とかそういうテレビ局の中にあるようなレッスン場ですよね。まあ昔はそうだったらしいんですけど。で、そこに行ったら、テレビで見たことあるようなタレントさんが踊っててですね。で、そこにいるジャニー北川さんとこう会って、ほんであなたはあのようになるんだよとか言われて、ほんでその間にジャニーさんはその子供たちを見てるんですって。で、それで行けそうだと思ったら、もうエネルギーを注いでですね、もうすぐにもうジャニーズジュニアに入れて、こうレッスンさせて、もうデビューさせると。そういうのがジャニーズ事務所の、まあ簡単なオーディションのスタイルだったらしいんですけども、ここで何もお金なんか発生してませんよね。で、いや、お金っていうのは多分自分が書類送った時の切手代とかね、そのぐらいのもんじゃないんですか？それでもしそこでジャニーさんの目に書類が止まってですね、ほんで呼ばれて、ジャニーズ事務所所属でタレントになってテレビに出た人たちばっかりなんですよ、あれ、今、皆さんね、あれ。だから、やっぱり、でもやっぱりそこにはですね、僕は、ジャニー北川さんはすごくその、いい男を見抜く、ものすごい、生まれ持っての能力が僕はあると思うんですよね。現にですね、ジャニーズのタレントさん見てください、みんな。やっぱりこう、使える人が多いじゃないですか。まあ中には使えないのもいるんですけどね。でもまあ、でもほとんどはテレビ出てる人っていうのは、もう本当に男前だしね、すごいこう魅力のある、それなりにみんな魅力のある人たちばっかりですよね。僕はそれはすごく認めるんですよ。はい。だからみんなそれぞれこう、花があると言いますかね。そういう感じのタレントさんばっかりじゃないですか。だからやっぱりそれをテレビに出すということは、やっぱりそれのファンも増えるということですよね。その人たちのファンも増えて、やっぱりあれだけの、やっぱりこう、ジャニーズ帝国みたいなのがですね、
やっぱり出来上がってるんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですね。だから、ジャニーズ事務所を取ればいい例なんですよ、本当それは。ですから、本当にタレントを売る気がある事務所だったら何べんも言いますけど、その本人からお金を取ろうなんていうのは、まずおかしい話なんです。はい。だから、ここは本当に、一つの、こう、分かれ道だと思うんですよね。だから、まあ、でも中にはですね、その、まあ、ちょっとこう、最初、でもどうかな、僕もちょっと聞いた話なんですけど、まあ、最初の、まあ、そのカメラ、オーディション料みたいな5000円とか、まあ、ちょっと可愛い金額で、ぐらいがあって、で、その後は何もいらないっていうところも中にはあるらしいんですけども、でもやっぱりその、なんて言いますかね、本当に花のある人ですね。本当に綺麗な人。誰が見ても、いいなと思われるような人間っていうのは、やっぱりね、どこに行っても、どこに書類を出しても、どこにいても、やっぱりね、ある程度、誰かが見てますから、引き上げられると思うんですよね。だからやっぱり自分から、応募したとか、もうやってもダメだっていうのは、やっぱりそれなりにね、その人には、が向いてないっていうことなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。だからやっぱりこう、いくらかこう、事務所にこう、自分をアピールしたりとか、どっかの人前に出たりとかして、今なんか YouTube とかでも出れますからね。で、それで、何かしらのやっぱオファーがなかったということは、やっぱりそこは自分の身の程が、身の丈がそれだけだったっていうことじゃないのかなっていうふうに僕は思いますね。はい。ですから、やっぱりそのお金をかけて養成所、高い養成所とかに入ってね、100万とかね、僕らの時はそんなんで入所金100万とか取られたりしたんですけど、でもそんなことをやってるような、ところは、もう絶対にダメだということを覚えておいてください。はい。だから自分の、やっぱりこう、才能みたいなものもですね、やっぱりこう、一つそういう風なところでですね、試してみたりとかですね、人にやっぱり見てもらい、今、田舎の方でですね、俺はいいんだ、俺は生きてるんだ、俺はできるんだって言っててもですね、やっぱり胃の中の蛙、大海を知らずっていう言葉があるようにですね、やっぱりこう、それを全国の人に見てもらって、やっぱり評価してもらって、やっぱりどういう風になるかっていう風なことで自分を試すためにもやっぱそういうのはおすすめしますけど、今ね YouTube があっていろんなこう Twitter とかこう Facebook とかこういろんなものがあるじゃないですか。それで自分をやっぱりアピールすることもできるし、やっぱりInstagram とかもあるしですね、 Instagram からタレントになったりする人もいるらしいんですよね。だからそういうのがあるんでね、やっぱりも僕らの時よりはすごく自分をこうアピールするというか発信というものをですねしやすくなったと思うんですよね。ですからやっぱりその中であなたに花があって、あなたが本当にみんなからやっぱりビビッと感じるような人間であったらですね、必ずやっぱり有名なタレントとかその方なそのような位置にですね気がついたらいるんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。今日はですね、芸能界のですね、芸能界にどういうふうに入るのか、芸能界はの入り方っていうのはどうなのかっていう話を今日はさせていただきました。はい。ではまた。そう。あともう一つ大切なことを言うの忘れてました。最近ほら、よくあるのが、赤ちゃんモデル募集とかあるじゃないですか。お母さんたち。よく聞いててくださいね。若いお母さんたち。赤ちゃんモデル。なんかこう、インスタとかによく流れてきますよね。そういうの。で、あなたの赤ちゃんの写真を見せてください、みたいな。で、そこから、赤ちゃんの事務所、芸能プロダクションで赤ちゃんタレントになりませんか、みたいなのありますよね。あれも全部詐欺ですからね。注意してくださいね。はい。ああいうのはですね、もうその撮影料とか、ね、なんかオーディション料とか、そういうのをたくさんお金取ってですね、で、最終的に、ほとんどの人間が合格という形になって、その先には、所属料、インターネットのそのページに載せるための所属料5万円払えとか。で、それで、最終的には、いや、あなたには才能なかったですね、仕事が入らなかったですね、って言って終わらせるんですよ。はい。ですから、赤ちゃんモデルっていうのは、すべてほとんど 99.9% 詐欺だと思っておいてください。はい。